さっきさ、あそこの、ちょっとこっち見て、こっち見て、ここの、中古家具屋、リサイクルショップがあって、で、編集するときに机、まあ机はまだ買ってないけど、なんかめっちゃ1000円ぐらいの安い、いい感じの椅子があって、で、これ買ったら無料に大型テレビがつくって言われてちょっとわけわからんけど、この1000円の IKEA の中古の椅子買ったらこのテレビがついてきた。ちょっとわけわからん、これお金払ってないからね。で、何も交渉してないって言われて、今これもう家まで運んでいくつもりなんだけど、何なのこれIKEA の中古の椅子買ってテレビがつくっていう話。まあ家まで持って帰ってつけてみようか、壊れてないかどうかちょっと心配なんだけど、行こうぜ。HDMI ケーブルで直接パソコンにつなげてもらった。で、壊れてるかな、やられたかな。日立、え、壊れた、壊れた。お、接続確認してください。ブルーステーションこれか。でも使えるやん、普通に使えるやん。いいね、もう1000円でこの椅子買ってテレビがつきました。どうもゲットしたぜ、ただのテレビ、1円もしなかったこのテレビ。ニトリ、いい感じやろ。じゃあね。